石垣島、小浜島とね、行ってまいりました。最高の旅でしたね。そして、来週また韓国に帰ります。アイシラバイさん、ご苦労様です。向こうのポリスの警察さんもご苦労さんです。まだちょっと韓国に行くのドキドキするな。 PCR の、行き道がしなくてよくなりました。はい、なんで到着して一発受ければ入ってくれると。これ経費も削減ですか。前回の PCR も1回1万円、2人分で2万円、まあ、カジノでね、勝てたから良かったですけど。さて、で今回ね、カジノの方から連絡がありまして、なんとホテル代がタダになりました。ホテル代タダはでかいな。まあどのクラスの部屋になるかは分かりませんが、前回の部屋ならば約10万円が行くことになります。まあつってもね、カジノで10万つったらもう速攻すからね、まあまあでも嬉しいね、いよいよ私も無料になるね、マネカ出る客ということで、後楽園観覧車乗ったことがこの間ね、楽は来たけど良かったね。まあちょっと熱海のね、後楽園はちょっと遠いからね。まあ駐車場が高いから次はタクシーで乗るけどな。前回まあまあなくなったもんね。
そういや昨日行ってきまして、なんと血圧が140超えでした。どうだ、やばいじゃん。それを思い出したらまた血圧上がってきた。何をプロして何や、俺天才パンやってんの久々やな。いや、ノーリンクやった腹するんちゃうかな、俺は別に何しに来たわけじゃないんだけどな、クソ暇すぎて掃除もしようかな。シューシューいいな、まあ綺麗、まあ綺麗っちゃ綺麗か。けどもう久々乗ったらさ、エンジンかけるときにキュッ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 、あ、やべえみたいな、まただみたいな。これタイミングベルト交換出したよ、バイク。あ、そう。え、何年乗ったあれ？3万キロで交換。あ、そう。俺まだ6000ぐらいしか走ってないもんな。頭だよな。ハーレーは何キロ？キロ。切れるまで伸びてるんだ。それどうなん、どうなん調子は？全然。あれにしたらいいね、ベースバイクの、バイクと車の、はいですね、ほんなん俺もっとこれで行くとか、あれちょこ1時間やからちょうどええな、あんたちょうどええ、30分やったら物足りひんし、うん、かといって2時間きついしな、暇つぶしに。いやでも、2週間ぐらい乗ってへんかったらやっぱ乗り足らんのな、エンジン、まあ、ちょっとかけとかな、みたいな感じになって今バイクあれやから今日ヤリス、こっち置いてて、2週間ぶりぐらいで、楽しみで帰る。はい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 、なあバイクなあ、明日から過酷やわ。何？あ、四国？え、どうやって行くの？1日目が広島まで。え？800キロびっくりやな。で、2日目が島並海道上がって、で松山が行って、で下の道194号抜けて、で高知入って、でそこから徳島入って、怖っ、で神戸までまた。それさ、俺ちょっと予定空いてたらついていきたいなとか思っててんけど無理やわ広島まで用意かんわ。あの言ったと、もう一人言ってんだけど、2人だといつも140キロ巡航。うわ無理無理無理たまに追い越しはもう180ぐらい出てるから。俺70できるやからな日帰りの方は誘うかなそうそう、日帰りとかでな、いや一瞬ずっと高速120とかはでも、ね、全然大丈夫やけどさ、楽しいよその押すやつ、あ、そう、あ、ご主人な。いや俺もご主人帳も3冊持ってんで、じゃなくて革ベルト。何でこと革のベルトに押す、革のベルト、え、何それ、何何それ、革のベルトの御朱印って何や、普通の御朱印帳やなって。革のベルトの御朱印、え、神社に行くんじゃなくて、俺今やばくない、うわ、キモキモなんだお前やば、体脂肪 6.5 や、うわすごやば、ムキムキな、怖怖怖、何目、え、何目、
何も来んない。怖いって。パワースポット行ったらこんなんやった。いや、何だ何だこれ。パワースポット違うやろ、なんかやってんだよそれ。加工してね、そうなんだったら怖いわ。ドラゴンボールちゃうねんから。びっくりするわ。今のとこも御朱印をするやつがあって、うん、あの何なんその変わる御朱印。絶対集めたくない。怖い怖い怖い。俺もう趣味増やしたないのに。もうこういうね、こういうグリップで、ああここやったら龍神っていう、でこれを、うん、川にやって水浸して、うん、これで自分でやる、これでやって、うわ、でその川は砂でがどうなの。その自分の行った場所の御朱印のベルトに、あ、ベルト、ちょっとそれ見た、ツイッターとかに結構出てる人なんで、それ今からまた集めるのめんどくさいな。でもほら行く目的になるから場所が、まあ確かに、けどさ、ここに神は宿ってないや。宿ってない。ほんまかいな。自分でやるの。自分でやるけど、そのベルトが買ったところのあれにお守りが入ってるの。あ、そうな、お守りな。御朱印ベルトになるの。そう、完成形みたいな。ハーレー乗りは絶対いいと思う、うん、あ、そう。ツイート、うん、ツイートじゃない。それのために行くんじゃないやろ別に。そのために、ほら、こういう革ベルトに自分で押していく。ああ。で、これつなぎ入れるから、この人バイクのとことか、あのハンドルのとこ。本物の革やから、これほら。おいおいおい。体感的。おいおいおい。これも持ってるけど。竜神とかさ。ああ、うわー、めんどくせえなー。俺めんどくせえな。神社にあんの。そう。ほら、だからみんな。風神とか流神とか、うわ、俺好きそうなやつやんそれ。神社にあるめんどくさいやつ。ほらみんなやついって、こういうハンドルにビヨーンとこうかけれるから、そこ御朱印も、そこはバイク用の御朱印なの。うわ、変なことやり始めとんな神社も。まだもう商売なってきとれんげ。これがカウベルトで3000円ぐらいするんだけど、そのお寺の、あ、神社のお守りがベルトの裏に入ってるの、うん、なるほど、やば、面白そうですよ。すごい、ええの見つけたな、うん、めちゃめちゃ不便やけどな。めちゃめちゃ不便やね。雨？え？天気予報晴れやったのに。これ濡れてない。こう前来た時も雨降ったでな。あ、そうな。この後雨降る。夜やろ。夜何時ぐらい。え、薄やん。またこれ前回のパターンとめっちゃ似てるやん。あ、え、来る時。まあそうなんや。竹富？あれ違う、あれ沖縄の。あー、行って行って、今週の金土日でな、うん、あそこ小浜島。あ、小浜島ね、